すぐご用意します。お待たせしております。はい、キャトちゃん、はい、お預かりいたします。ありがとうございます。おはようございます。福岡の質屋春町質店の吉住香奈です。今日は10月の26日木曜日です。で、なんか、中秋の名月の後の月、1ヶ月後の月っていうのがその十三夜って言って、そのなんか、なんていうかな、あの高校と光ってる、その中秋の名月よりももっとさらに光ってるのか、それともちょっと落ち着いていいのか、まあ、あの日本ではその後の月十三夜というのはあのすごくこう、なんていうかな、いいなっていうふうにこうなんか思うらしくって、でそれがあの、10月の今度明日の夜が十三夜だそうです。はい、ということで、よくね、あの十五夜月さんよりも後の月の方があのもっとあのいいんだよみたいなね、なんか、そうね、風流を知る人のなんかこう奥行きみたいなね、なんかそういうのはよくあのサザエさんの波平さんね、サザエさんのお父さんの波平さんがね、よくこう会話をしてるのをあのアニメで、私たちも あのあれですよ、アニメだけじゃなくって、そのあの周りの人たちもね、そういうことをこうの息遣いみたいなのをあの、まあ、感じながらあの育ちましたけど、あの特に言葉にしてね、分かりやすく伝えてくれたのがサザエさんだなと思ってますね。あの波平さんがね、あの俳句とかね、こうなんかこう読むシーンとか結構出てくるんですよね。あのこの頃アニメにあんまり出てこないような気がしますけど、ごめんなさい、ずっとチェックしてるわけじゃないからね、その私もあの落ちてるかもしれませんけど、でもなんかサザエさんはなんか教えてくれるなと思いますよね。であのちょっと思いません、あのサザエさんの年齢とカツオくんの年齢がものすごく離れてる、年が離れてるじゃないですか。あのだってもうお姉さんは結婚して お子さんまでいる状態なのに、カツオくんはまだ小学生で、ワカメちゃんが3年後ぐらいで、まだやっぱり小学年の高学年と、あとその下のっていう設定でしょね。だからこれって要するに、戦前、サザエさんは戦前に子供で生まれて、ね、戦中をあの経験していて、戦後お父さんが、ね、あの帰ってきてこうあの子供分だけあのカツオくんとか多分あのなんかな、段階の世代 あの人のことになるんですよね。だけどもうそのカツオくんはもし今そのまま本当は年齢がいってると、あの70後期高齢者になってる状態の設定ですよね。それでもこうサザエさんとかちびまる子ちゃんとかクレヨンしんちゃんとかなのかね、こうあまりこう世代を感じさせないというか、こう世代感じますよ、もちろん。そのだってうららうららとかね、あのなんか狙い撃つとか出てきますから、ちびまる子ちゃんとか完全にあの私たちのちっちゃい頃ぐらいの世代なんでしょう。でクレヨンしんちゃんとかはもっと後の世代ですけど、なんかこうね、あの世代を勉強、日本の世代を勉強するのも、あの外国の人が日本の文化をあのちょっとこうざっくり知るのに、この3つの漫画はあの必須だなと思ってます。はい、あのおすすめですね。でこういうのを英語で言えるといいなと思うんですけどね。はい、ということで、あのまあもうすぐあの子ども茶道教室の本番も迎えますので、あのでまたいろいろ行事が多いわけですよ、文化ではこの時期はね。なのでもあの歯が浮くと言いまして、ね、あの歯のどうしても弱いところが、根っこのところがあの痛くなりまして、あの切開してあの海を出してもらって、今痛み止めと可能止めをあの飲んでる状態です。はい、で2日後とか3日後にもう一遍行かないといけなかったんですけど、まあやっぱ行けなくて、そのまま、まあ、腫れてません、大丈夫です、はい、先生
ということで、あのこうね、なんか歯ってこう足があると思うんですけど、ここの根っこだけがなんか弱いらしくって、あの歯虫歯じゃなくてね、あのこう歯の弱いところがねこう出てくるみたいなね、あのだんだん年、これも年取ってる証拠だと思いますけど、はい、でもなるべく自分の歯と歯と目と耳とね、で耳ってやっぱりこう聞こえなくなっていくらしくて、まだ大丈夫なんですけど、あの、ね、年齢の多い方はやっぱどうしても耳がこう遠くなっていかれますね、うん、だからあの耳が遠くなっていくっていうのは、あの聞こえなくていいものが聞こえなくなっていいなとかね、あのいう言葉を聞いたことありますけど、うん、まあ、それもあるかもしれませんね。でも文字はね、文字はあの汚い言葉をあの目にすることがありますから、ネットとかはなるべくあのそういうこうちゃんと使う言葉をわきまえてるのところを見た方がいいですね。あ、そう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 、あの Facebook、 旧 Facebook メタがね、あのなんていうかな、中毒性が高くって、 SNS は中毒性が高くって、その青少年にかなりこう悪い影響を与えてるんじゃないかみたいなことね。またなんか偉いあのあれですよね、ザッカーバーグさんはあのメタのね、あのあれはアメリカにえらい 目をつけられておりますよね。なんかかわいそうだなと思いますよね。 SNS とかもね、使い方に次第だからね、そのもうテレビが悪いって言われてたような、テレビの悪影響みたいなのをね、なんかこう言われてるようなあの感じがしますよね。もうカルチャーの一つっていう感じですから、いいも悪いもね、まあだけどね、あの闇サイトであれして、バイトでそのなんかカトロコンとかね、なんか犯罪とかがね、こう確かにネットとかなんかであるって思うんで、まあもうとにかく文明の利器はあの功と財がありますから、悪いばっかり言うとってもね、でもなんか、なんかいろいろですよ、うん、あの今頭の中がぐちゃぐちゃだっていうのが、ね、よくわかるあの、ね、発言をしておりますけど、はい、ということで、カスヤカルタ、ようやくこの形になりまして、今募集中です。でなんとあの地元 の高校、開成高校、あの昔のカスヤ高校ね、今開成高校っていうようになりましたが、あのこちら の校長先生はすごくご理解してくださって、全員提出ということで、もう早々に提出までいただきまして、もうあのね、もうなんかこんなに来てますよ、こんなに 1年生、2年生、3年生みたいな感じで、はい、ということで、あのまあたくさんのご応募を今いただいている最中ですけれども、まだ12月の20日が期限ですので、あのぜひぜひ、でこれあのカスヤカルタ今読み札募集中ということで、575であの俳句ではありませんから、季語は全く関係なく、カスヤにちなんだあのカスヤならではの、カスヤの素敵、カスヤの宝物、カスヤのおすすめ、あなたのとっておきを五七五にして、あのぜひ教えてくださいというあの、募集を今カスヤ町商工会女性部であの募集しております、はい、ということで、あの、まあ、どんなの読んだらいいのっていうので、ちょっと一応こうヒントになるというか、あのもうざっくりですよ、ざっくりしたあのカスヤカルタの題材ということで、人物、歴史、人物、民話、伝説、習わし、方言と、利便性と自然が調和した住みよい町の例として、あと特産物その他ということでね、一応こういうふうにこう挙げさせていただいたものを、これあのでこれがあの応募用紙にもなっております、はい、っていうものをあの加瀬町商工会の1階の出入り口のところにもご用意しております。そしてあの応募箱もそちらにご用意しておりますので、あのもし、参加していただければありがたいなと思っています、はい、で、あの12月の20日の読み札を募集して、その後の締め切った後はそこから、まあ、選ぶわけですが、あのどういう選び方をするかを今あの審議中です、はい、それとあのこういったご当地カルタを作られたあの場所にあの研修にも行って、あの、いろんなヒントをいただきに行こうとも思っています、はい、ということで、カスヤカルタ読み札募集中です、はい、どうぞよろしくお願いいたします。